ごめんなさい。ちょっと、電波が悪かったので、コラボ取り直しました。すいません。よろしくお願いします。いや、考えられねえわ、本当に。開き直りすぎでしょ。いくらなんでも。いや、だって不正行為なんて許されるわけねえもん。どう考えても。そんなん許されるはずないじゃん。普通に考えて。いや、根が深いっつうか、不正行為をやってるやつが、開き直ってやってるのは、さすがに、反感買うだろう。普通に最低な行為でしょ。同じ土俵で勝負しろよって感じじゃん。あ、金ピラあげるよ。ごめんだよ。うん。あ、貴乃花から来たわ。もしもし。もしもし。和道です。赤の花です。たびたび貴す乃い花まだよせん。ね。和歌のあ、花じゃない。貴乃花か。貴乃花さんだよね。和歌の花じゃないね。うん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと先ほどね、ゆかちーさんの放送を見てて、はい。で、実際、ゆかちーが、送ったんだと。で、そこの部分は認めてましたね。そうですね。ただ、やっぱり彼女の言い分としては、それが罪に当たるのか当たらないのか分からなかったと。ね。で、やはり、おかし、まあ、実際それが、そういう違反な行為に当たるっていうのは、きちんと、彼女も、謝罪をしてましたよね。いや、そこは見てないっすね、僕。だから実際彼女はそれがね、違法なのか違法じゃないのかっていう私がバカだったんで、そういう間違いをしてしまったと。ただ、それをやったことは事実だから、皆さんには、きちんと謝りたいっていう、本当にね、誠心誠意、真面目に彼女はね、リスナーさんたちに向き合って、僕は謝罪をしてたと思うんですよ。僕はそういうふうには見えないですね。でね、私は何が悪いの？っていうふうに見えたかな、俺は。なるちょっほとど。きんぴでらごね、ぼうさんあげるね。ちょっと待ってください。聞こえますか？聞こえます聞こえよ、ます？僕は。きんぴらごぼうさん聞こえますか？あ、じゃあ2人で話し続けましょうか。でね、僕が言いたいことなんですが、さっきそのきんぴらごぼうさんもですね、和道さんはその売名のために、彼女を叩いてんじゃないかと。いやいや、普通にムカつくからムカつくって言ってんすよ。でね、それはなんでムカつくんですか？もう一回言いますけど、うちのリスナーさんがメガホンを投げてくれるときは、限られた時間の中で、こう、アイテムをポチッ、あ、アイテムっていうか、広告を見て、で、ワードを頑張ってっていうふうに応援してくれてたわけですよ。で、彼女は不正行為をやってたわけですよ。あんまりよろしくないですね。あれ、なんかちょっと聞こえないな。あ、聞こえない。大丈夫です。あ、大丈夫ですか？聞こえますか？大丈夫です。なんで俺が怒っで、てるかっつったら、そういううちのリスナーさんは真面目にコツコツやってて、で、彼女は、要は裏技使ってたわけでしょ？それ普通に頭に来るのが普通の感覚だと思いますよ。僕はそれが普通だとは思わないんですよ。で、まずその理由としては、僕はこの今回のこの問題で、誰が一番じゃあ悪いのかって考えたときに、ね、僕は運営だと思ってるんですよ。
なんで運営さんが悪いの？あ、声聞こえてない？みんな。声聞こえてない？貴乃花さんの声聞こえてない？いや、もうね、バカこいだよ、バカこい。いや、二人とも、バカ金こいキラで5は、号さんバも。カ、いや、そういう議論はやめましょう。意味がないんで。バカとか、囲いだからとか、じゃあ、さっそうきいうの議論はさ、な、件あったじゃうん。ないですか。な、ちょっと聞いてください。で、その、ちょっと僕の意見を聞いてください。でね、うん。その、なぜ運営が悪いかっていうと、聞こえてます？聞こえてます。かますね。よ。ああ、聞こえます、聞こえます。全員聞こえてる？うん。あ、ちょっと聞いてもらっていいですか。で、僕はなぜ運営が悪いかっていうと、ね、運営が要はこういういろんなね、イベントだとかをやって、要は配信者に競争意識を高めすぎたんだと思うんですよ。競争意識はあってで、いいと思いますよ。いや、で、それも度があると思うんですよ。例えばパチンコでも、社交心を煽りすぎるなとかね。結局それをやっちゃうと、私が一番なりたい、俺が一番なりたいっつって。配信者はやっぱり1位を目指すわけですよ。で、20そりゃ万そうにだ。なってくると、もうこれは必死になるわけですよ。みんな必死にやってますよ。そいや、もう本当うおっしゃそうる通りだそう。と思いますね。で、それで、例えば競争の中で、じゃあ、ね、例えばこれ現代の社会を見たときに、不正行為をやらずにそれに挑戦する人の方が逆に少ないと。みんな何かしらグレーゾーンを狙って、それぞれが成り上がっていくような社会じゃないですか、今っていうのは。ゆかちでがしやったこょ？とでも規約違反だと思うから、グレーゾーンじゃなでくてもブ彼ラッ女クだとは思いそまれがす。わからなかったって言ってるんですよ。そう、わからないもでやってるんであればそれはしょうがなくないです。う、そう。わかで、ら結ないで局、やっ、で、聞いて。で、わからないからこそ、社交心を煽られて、私は一番になりたい。やっぱりそこの感情が強くなって、じゃあこういう裏技があるんだから、ちょっとそれを使って、私は一番になりたいと。結局そこに行き着いた理由っていうのは、その運営のやり方が、ね、社交心を煽りすぎちゃったんですよ。ね、パチンコだって煽りすぎると依存度が高まってずっとパチンコやってたりだとか、やっぱりその、こういったものっていうのはある程度の、やっぱ限度をここまでやっちゃいけない、ここまでは OK っていうのを、やっぱり運営がきちっと判断をしてやるべきなんですよ。でなければ、そりゃ不正だってありますよ。一番になるためには不正行為をやってまでも一番になりたいっていうのは、僕は、飽きて9割はそう、人間ってそういうもんだと思いますいや、よ。それが本来だと思いますね、誰しも。うん。で、彼女はそこの部分の罪意識として、ね、実際それが本当に違法なのか違法じゃないのかっていう判断が、彼女はバカだからできなかったんですよ。だから裏技っていう、この裏技っていうあれを使っちゃえば、誰にもバレずにやれば私は一番になれるっていう判断のもとにやってしまっちゃったんですよ。つまり彼女は何一つ悪くないんですよ。いや、おっしゃる通りですね。そう、彼女のように持っていった運営がこれ一番悪なんですよ。その通りですね。運営のやり方が全て悪い。でね、さっき、きんぴらごぼうさんでしたっけ？が、まあ、和藤さん売名じゃないかっていうふうに言っとられたんだけど、僕もそれはそう思ってて、和藤さんが叩くのは配信者ではなくて運営ですよ。そうですよ。本来はそうなんですよ。で、売名でやるんだったら、ユカチーに乗っかってユカチーを叩けば、今のね、時の人だからそれはユーザーは、おお、ユカチー叩け叩けって言うのかもしれん。でも本当に真面目に、その今回のこの問題に対して戦うんであれば、これ鮫島さんもそうなんですけど、配信者を叩いても意味がないんですよ。いや、おっしゃる通りだと思います、僕も。わかります？同意見ですね、それは。ただ彼女は運営に乗せられたって言ったらあれなんだけれども、やっぱりもう露骨じゃないですか。1位になったら20万とか。そうですよね。で、やっぱり配信者としては1位になれば、まあ自分のそのお金も入るし、配信者としての地位というか、そのね、あれも上がるし、それは当然本気でやる人は1位は絶対取りたいんですよ。で、それを、それを、悪い人間だっていうふうに、
言っとられるんだけど、僕は悪い人じゃなくて、それ普通だと思いますよ。ただ彼誰女しはも、それを、で、そう、彼誰し女もそうだは、と思いますね。そうそう、彼女はただそれをやる力があっただけですよ。だからやったんですよ。ただ結果、こういうことになって、彼女は、話まが終わったら教えてください。あ、あ、僕、いいで反論すす。るはい。タイミングがわかんないんで。うん。一緒もうが終わっ大た丈ら夫。教えてください。あ、もう僕はいいです。お、大丈夫ですか？はい。運営のルールに書いてありまうん。すよ。複数のアカウントで不正な行為をするのはダメですってルールブックに運営さんはアナウンスしてますよ。で、彼女がそれを読んでないんだったら、そういうサイトでルールが書いてあるのに、彼女がそれを知らないで破ったんだったら、彼女に責任があると僕は考えますけど。だから彼女はそこの部分に関しては謝罪をしてますよね。そうですね。僕も枠見たんですけど、謝罪してたんで、その分はもういいんじゃないですか、別に。そんなえぐらなくても。えぐらなくてもじゃなくて、金え銭ぐ絡んり、でる。えぐりようがないですよ、そこそうでは。すよね。謝ってるんで、いや、それは本人もなんか謝罪してたんで、なんかその分には別に言う分ないかなと僕思うんですけど。それでなんかすごいなんか揚げ足取ったかのように煽るのはどうかなと思うんですけど、い人や、とし揚げ足て。取ったのかじゃなくて、僕は彼女の枠見てて、殺意湧きましたけどね、普通に。それもわかりますよ。あそれれはも謝十分罪わではかる。ないっていう判断は僕はしました。まあ、それも人それぞれの考えだと思まあ、うん捉でえす方ありますよ。からね。まあ、そうれは。ん。まあ、僕は見てて、ああ、あったことは、まあ、認めて、で、謝罪すべきといや、こは。僕は彼女の話を聞いてて、私知らなかったの、何が悪いのって、裏技だと思ったんだよねっていうふうに言い訳をしてるようにしか見えなかったっすえ、ね。それはあなたの捉え方ですよね。それだっは。て僕それのが捉え本当方での、すよ。だってそれが本当のことだったんじゃないですか、彼じ女ゃあにとっ本当ては。のことで言うのであれば、事実彼女は不正したんですよ。だから謝ってますよね。謝ってますよね。謝って許される問題じゃないですよ。それは運営が判断することそうだでとす思よね。いま和す路さんよ。が判断することはないと思いますね、僕だは。から僕は、あの女は A 版にするべきっていうふうに表明してるわけじゃないですか。判断そすれるがのちょはっとな運んか営さんですよ。おかしいんじゃないですか、それは。なんで？なんで？いや、だ自からそ分れはの別主に張を言っていいでしょ。どうのこうのじゃなくて、不正したやつって言えばいいんじゃないですか、それ別に。そのなんか売だ名っから、て不聞こえ正ますしたけど。女は A 版するべきってタイトルでやってるじゃないですか。なんか売名にしか聞こえないですけどね、それは。うん、だから僕は彼女を叩いたところで、だったらその全員、まあたくさんいるわけじゃないですか、多分そういうことをあ、やっだからとら全員れ叩る。きます。全員叩きますよ。全員叩くっていうのは効率的じゃないと思うんだけど、結局そうですよね。それだったら根本的に僕はそ不れ正をすは、る人効率間を的だ擁と護思いはまできすないよ。ですよ。いや、だからそれはそういう場を作ってしまった運営に一番罪がありまそすうなよんですと。よ。運営さん根は本対的処しにてるじゃ大ないです元か。が悪いんです、それは。運大営元さんはが一対番。処してる。いや、違わない。結運営局がね。悪くないよ。いやる人の方や、だと思うよ。やる方違がう違おかしいよ。う違う。例えばね、ビジネス的に考えたときに、じゃあ広告主はふわっちにお金を出して、ね、その広告をやっとるわけじゃないですか。で、その時に、じゃあ、クライアントは、じゃあ、どこに文句を言うかって言ったら、配信者には文句は言わないですよ。運営に対して、お前どうなっとんだ、お前らのシステムは、と。ね、こんな、気弱なサイトを、ね、作って、お前たちどう責任取ってくれんだ、っていうふうに、クライアントはもすごい分かりやすいですね、それ。う。うん、だってそうですもん。そ別のに通りだ配と思信者は叩かないですよ。提供してる側が悪いですもんね。提そう供しそうてる側っそう。ていうか、でそのね、気弱そなの方が悪い。配信上で、そのチンコを出したりとか、なんかそういう行為をやったんなら、それは配信者が悪いんですよ。そうですよね。ただ、お金のそこのと考にえお関かししいてと思は、う。そいや、のおか辺しさ、く一な緒い。にしてはいけないと思う。だって、明らかに、そのリスワンとかなんとかなれば、金銭絡みとか入るわけだから、そこを考えてよ、もう少し。マナー、守だるから、べきじそゃない、れもうを、そこ。そういうやり方が、運営のやり方が行き過ぎた、部分があったからこういう問題を生んでるんですいや、よ。だ運から営運も営だがけど、悪い。やる側もそうじゃないの？いや、やる側はだって1位になりたいですよ、そりゃ。いや、でもパそれ、チンコ遊だっ活に限らて、ず、みんなじゃあそう。みなんんなでもそうありだよ。き？みんなそうですなんよ。でもありき？き。いや、なんなでんでももあありりききでじゃ1な位くなて、りたいですよ。そう、みんなそうですよ。それ配いや、信そ者んでなガのチで世やっ間て、一般で通用しないよ。いや、通用みんすなるっていう通か、用社する会よ。がそういうものじゃないですか。そういうだかもらんだ法と。律俺があはるわけでそうしいうょ？もんだと思黙っっててなないいよ。よ。運営の責任するのもおかしい。俺もそうだと思う。俺は完全に、いや、それの何がおかしいのかがわからない俺です。何がおかしいのはか不正した人間が叩かれるべきだと思うよ。いや、俺はその提供した側が叩かれるべきだと思いますね。
うん、それが間私は違いなの。両方だと思うよ。それを一人だっ一人ておが互い調にべマて。ナーを守ってない方、それからできなかった方、両方じゃないの？いや、だから一番問題っていうのは運営のやり方がまずいわけですよ。いや、一番社じゃ交ないって。信を煽りすぎなんですよ。そのトップになったらいい、なんか20万とか、なんかそんなイベントバンバンやれば、それはみんな配信者はそこに、ね、もうずっと目がいっちゃって1位1位とか、じゃああとな、ね、それでなんかその閲覧の誘導をやったりだとか、配信者同士でやったりとかしてるわけじゃないですか。で、それが、要はそういうところを見越して、じゃあここまでは、社交心は煽って、これはちょっとやりすぎだよっていう判断が、多い分や、ふわっルールちをはでき守っん。てやる分には関係なくない？ルールをうん、そ守っう思てう。やる分には関係ないじゃん。だからルユールカをチ破るのはは、彼女だよ。いや、だからユカチは裏技だと思ってやったルールに、そう、悪いと思わなくじゃあ悪分かっいとた。思ってなね、かっ俺た。のそれ例えは行く多分よ。捉え方俺がの違例え、う。一回聞いて。一回聞いはい、いいて。ですよ。はい。格闘技でトーナメントがあります。はい。で、みんな一番になりま、なりたいです。で、一人だけドーピングしてました。ドーピングはダメですよって運営が言ってました。で、ユカチっていう出場者の一人は知らないでドーピングやっちゃってました。うん。いや、それ普通問に題ない失んじゃないです格か。でしょ。いや、それいや、問題失ない。い格でしょ。問や、題失でし格ょ。かもしれないけいや、ど、そまあれ見まあつかまあ、りゃそ失れは。格じゃないですか。だから A 版だっつってんの。それとまた話が多分違そうとれちょっ思うとんだけ話ど。違いますよ。多分それ話違うと思いますよ。なんそで？れは話が全然違うと話思うん性だけ行為ど。やってたの認めてたんじゃ。なんかちょっと違うと思いますね、僕何は。が違うの？いや、全体的に。ちょっとなんか違うと思いますそれね。いや、はみんな分かっ違うてとる。思ういや、よ。みんな分かってるよ。私悪くないでしょって本人が言ってて、向こう側のファンの人が不正行為じゃないじゃないって言ってるけど、大会側はドーピング発見したんだから、いや、でも普通それにもうは、あなたは出ないいや、でだっくだてさそいって、あのなた運営出側場資だって、格今後ありませんっ運営て言側われやっるのてないわけじ普通ゃだないよ。ですか。いや、運営側それやってないわけじゃないですか。運営側やってたんだよ。だからアナウンスで複数のアカウントで相手も不いや、だ正からに。複数ってことだけで、ウカチっていう特定はしてないわけじゃないですか。だからちょっとその捉えはちょっいとおや、かしいと思いじゃ、ますね、僕ユは。カちょっとチじゃないじゃないですちょっかじとゃなく違うと思て、いますいね。や、違くないの。ユカチは不正行為やってました。さっきの枠で認めたんだよ。あ、じゃあ仮にやってたとして、ユカチが失格になるっていう例えだったら、そのユカチバンになるんじゃないですか、今。いや、バンにするべきだって言ってんの、俺は。だからだからちょっそれとはなんなからない違いでそうすな。よ。ならなないいと思いの？ますね、僕も。いや、だって本ま人ずが見それを、じゃあ、ユカチがやってたって言って、で、それをいろんなことを調べなきゃいけないんですよ。裏調を取らべなきるゃいけもないんで何すも、よ。あなたたちはさ、ずっとさ、本人の証言がない限り認めないっつって、本人が証言した今度これかよ。だから、証本人はそれに対して謝ってるけど、謝ってただ、ます。それをバンにするかそしないかは、運営が決めるところだうでから、す。わかります？言ってること。いや、決めるので、は運そ営れだよ。で、バンにしてほしいっていう気だ持ちは、から、それは十分ね、わかさっる。きのトーナメントを例えで言うと、俺も出場選手なんだ。弱いかもしんないけど。わかる？で、わかりま相す。手の選手が不正やったの認めたんだから、運営サイドにちょっと頼むよっていうのは普通でしょ？いや、なんかそ頼れむはのいいはんじゃいいなといです思か。いますよ。いいと思いあ、ます。いいじゃん。全然それは。何が問でも題そなれのはか。通る、でもそれは絶対通りませんよって話。そう。それが通るかなんどうでか通ってらのなが、いとその思話っはて別るなんのでかすがよ。わかんないの。いや、もう、逆になんでそれが通ると思ってるのかがわかんないです、そ僕の前は。にさ、貴乃花さんは、俺に対して、鮫島さんに対して、磯六さんに対して、あなたたちは嘘つきだって言ってたんだよ。捏造だって言ってたんだよ。で、証拠がめくめれいた、や、本人僕はが、そんなこと言ってちょっないとです待って、よ。捏造言ってたよ。言ってその可て、能で、性そがあの、るって言ってましたけど、僕は。だから疑ってたんじゃん。で、そのいや、そでれも、疑あいますよ。だって本当か嘘かわからないもん。れだが、証拠が出て疑ってた状態で、人のことを疑っておいて、その態度はなくねえか。いや、違う。疑ってたっていうか、あの時点ではわからなかったから、どっちか判断がつきませんよねっていうふうに言ってただけで、あなた方が本当に嘘を分言っかってたる時な点んでていうは、のそこまで止めすぎたんなら謝るべきだと思う。だってそれは違うことを言ったんだから。と私いや、は思う。違うよ。俺いが、や、いいですか、和道さんと鮫島さんに対して、あなた方はもう完全に嘘を言ってるんだっていうふうには僕は言ってないよ。それが嘘だっていう、ね。その出した証拠が本当かどうかっていう、ね。それの判断ができないから、わからないっていうふうに言ってますよ。そう言ってましたね、確かに。俺も見てましたけど。あなでもた今の方時点がで分和かっ道たでさしん、ょ？今の時点で分かったわけでしょ？断定しただけだよね。だったらもうそれ以上言えないじゃん。いや、だから言ってないじゃないですか。今言ってなくないですか？ 言ってなく、俺別に、あれは、ユカチーが嘘言ってるなんて言ってないですよ。ユ今カ多チー分が言ってそう言っないたと思んいならます。そうなんじゃない？ただ、ね？そうなんじゃないじゃなくて、そうやって本人が言うんだったらそうでしょ。
いや、だからそうなんじゃないですか。認めなさいよ。からいいんじゃないですかって話ですよ。いや、だから認めてるじゃないですか。話聞いてました。大丈夫ですか。あのね、認めてるじゃないですかじゃなくて、ユカチーもあなた方もね、事実は事実で本人が言ったら認めてて何が悪いんだって言ってるだけでしょ。うん、いや言ってない。だからユカチは謝ってるでしょ。それに関してはすみませんでした。運営が悪いっつってんだよ。いやだって運営が悪いでしょ。だからね、 A 版にするべきっていうのはこういう意味合いも含まれてんの。お前らフワッチから出てけよ。お前らも含めてユカチごと出てけっつってんの。それはちょっとよくわかんないです。それはちょっと意味がわかんない。フワッチっていうサイトが悪いと思うなら出てけよ。それはちょっと全く意味が。いやそれはちょっと話が違うんじゃない。ちょっと意味が分かんないです。意味が分かってるよ。意味が分かってるよ。ふわっちの運営が今度悪いって言うんだったら、ね、お前ら向いてないから使うなよ。いや、何が向いてないの？それはちょっとよく分からないです。いや、だからふわっちの運営が悪くて、ゆかちが悪くないっていうのがお前らの意見だから、このサイト使うなよ。それがよく分かんない。いや、それ極論じゃない？それなんで分かんない？意味が分かんないし。一般ルール守ってないでしょって話を。何で分かんないの？要はね、こういう問題が起きたのはね、ユカチとかその配信者が俺は悪いって言ってるんじゃないの。やり方として運営が間違ってたからこういう事態が起こったわけ。うん、だからそれは多分運営も。んなんでそのサイト使ってんのじゃ。いや、使う使わないは自分使う使わうとはそれまた別にそれはルール守らないやつらがさ、ズーズーしいよ。ただ彼女はそのね、ルールを守らない今回のことによって傷は多分負うと思いますよ、間違いなく。そのただそれが A 版になるかは置いといて、彼女ユカチっていう名前に傷がついたのはそれは間違いないとは思うんだけど、じゃあだったら他の配信者を見たときにね、じゃあ大手と呼ばれる人たちがどういう配信をしてたかっていうと、ね、じゃあどんだけ綺麗な配信をしてたんですかっていうこと。うん、でしょ？だからユカチは今回のこの事件によって注目を集めて、それによってまた新しくリスナーを取り込むのか、それとも全員から嫌われるのか、それはもうユカチの配信者としての質。それはもうユカチ次第。それはユカチ次第。だってマナー守りたいのおかしいと思いますよ、絶対に。いや、俺もそう思いますよ。落ちますよ。ありがとうございます。はい。うん、だからそこの部分ではきちんと謝ってるわけだから、うん。俺はきちんと謝ってるっていうふうには感じなかったけどね。じゃあどういうふうに謝ったらいいんですか。いや、どういう風にっていうかさ、そのふわっちをちゃんと撮ってる、うん、あのメガホンを取得してる人とか、うん、要は同業のさ真面目にやってる人に対してごめんなさいっていうのが俺は普通だと思うけど。いや、言ってましたよ。言ってましたよね。だからそういう態度では ないように俺は見えたって言ってるだけよ。それ配信見てました。しっかり言ってましたよ。それ謝罪してましたよ。うん、だけどそういう風には誠意を持ってるようには見えなかったっていうことね。それは人それぞれの、うん、受け取り方の問題だから、うん、俺はそういうふうには見えなかった。でも悪いことやったのは事実だからさ。うん、そのね、悪いことっていうふうに言うんだけど、いや悪いこと、僕はその配信者が例えばそういうような、じゃあだったら金梅さんとかだってああいう電車とかで迷惑行為をやって、ね、それでリスナーを集めたわけじゃないですか。ちょっと今金梅さんの例えだけど、うん、で、それは結局、そのニコ生にもね、ニコ生でも大手になりたいからっていう、まあ簡単に言えば、ユカチーと同じ原理ですよ。社交心を煽られて、で、自分で体を張ってリスナーを集めたわけでしょ。じゃあ、それに対して、じゃあ、金梅はそういう違法行為をやって人を集めたんだから。ね、俺らが怒ってんのはさ、こう有名になりたくて売名行為やったとかいうレベルじゃなくて、うん、リスナーさんとか運営さんを騙して不正行為をやったから罪が重いっつってんのよ。いや、だからそれダメだと思わなかったって言ってるんですよ。そういう風に彼女が言ってる。だからね、分かった。じゃあ一言だけね、一言言わせて、はい、間挟まないでね、うん、はい。知らなかったら何やってもいいっていうのは、それ未成年の論理だよ。なんか謝ったんじゃないですか。日本の法律ってさ、日本の法律ってさ、悪いことやったら全部謝ったら済むって問題じゃない。知らなかったらダメっていう問題じゃなくて、うん、あの、ルールは守ろうよ。ふわっちはルール決めてるんだから。じゃあそれはどうしてほしい、ね、運営にユカチを訴えてくれって言ってるんですか。うんとね、運営にユカチを訴えてくれじゃなくて、俺は A 版、うん、最低でも A 版になるべきっていうのが俺の考え方。これはあくまで俺の考え方ね。
それはでも無理ですよ。うん、無理だと思いますね、絶対。だってユカチだけを A 版にするなんていうことはできないと思いますよ、運営側からしても。うん。それはちょっとちょっと無茶な言い分だと思うよ。いや、無茶ではないと思うよ。A 版にするべきだと思ってる人はいっぱいいると思うよ。うん、それはいると思う。それは間違いなく、ユカチに対してね、不信感を抱いた人っていうのはたくさんいるとは思うんだけど、うん、じゃあイコールそれが A 版かっていうと、それをやるだけのことは、まあ、間違いなくできないですよ。うん、そうですよね。なんであなた運営じゃないのに断言できるのかがわかんないのね。いや、だって、じゃあ運営の立場に立てばわかるじゃないですか。じゃあ、それ運営は、だからわかんないから。いや、運営は、その嫌いとか好きとかで、そのサービスをストップさせることなんてできないですよ。何嫌いとか、じゃあ不正行為をやったから A 版にするべきって言ってんの。俺別に彼女のこと好きとか嫌いとかじゃなくて、不正行為をやってるから A 版にするべきだっつってんの。うん、それの、よくそれの理、なんで A 版なのか。じゃあ、なんだったら、じゃあ、うん、マイナス20万没収とか、なんかいろいろあるじゃないですか。なんでそれが A 版になるの？なんでイコール A 版に向つ、それがよくわかんないですよ。なんで A 版なんすか？うん。ずーっと話してるけど、広告を払ってる、広告料を払ってる会社があるのはわかる？わかります。それは別にワードさん関係なくて、うんうん。で、ワンクリックにつきいくらっていうふうな仕組みでやってるんだ、広告料金っていうのは。はい。で、無課金のリスナーさんはそれを見ることによって広告料を間接的にメガホンっていうのに変えてもらってるんだ。だから、はい、例えばふわちが、まあ、1万アクセスありますよっつったら、うん、じゃあ10万円払ってとか、うん、まあそこは裏側のことだか分かんないけど、これくらいの数字に対してこれくらいの広告料払いますよってやってんの。でも、うん、ユカチはそれを水増し、大幅に水増ししてたことがバレちゃったわけで、本人も認めちゃったわけ、うん、悪意はないとしても。うん、そしたらさ、ふわっちの運営会社がね、うん、広告料金もらっててユカチの分もこれくらい出してますよって提示してる分に対してさ、いや、うん、これ広告として機能してなかったじゃんっていう風にバレるの。これね、 YouTube だったら赤番食らうんだよ、うん、普通に考えて。不正水増し、それは分からないけど、 YouTube と違うから、それは分かんない。通常のサイトだと、ね、アドセンスバンになるのは普通なのね、うん、一般的に。それはだって YouTube の、 YouTube の話でしょ。うん。ふわっちでもなれば。それはふわっちはふわっちの考えがあるわけだから。普通なんだから、A 版するかしないかっていうのは、まあもちろん運営のがやることなんだけど、運営は、まあ、そのユカチだけをじゃあ A 版にするっていうことは、その、ビジネスでやってる以上はできない。そこまでの。なんでできないと思うのか教えてよ。その根拠はどこなの？まず、その、なんだろうな、まあ、他にもたくさんいるっていうふうに今、運営は判断していますよね。まあ、いるだろうね。まあ、それ、運営判断したわけじゃないと思うけど、まあ、いると思うよ。うん。だから、運営判断したかどうかわかんないけど、他にもいると思うよ、うん。うん。で、そこの部分で、まあ、調べた上で、その、もうこれは完全にもう悪質だと。じゃあ、例えばそのユカチーがやったことに対して、じゃあどれだけの損害があったかって言ったら、多分、なかなか立証することも難しいと思うんですよ。数字で見たときにね。その、確かにユカチーはそういうことをやったって言うけど、それに対して、じゃあどれだけの損害があってとか、じゃあ数字でそういうのを出さなきゃいけないわけですよ。会社っていうのは。わかります？いや、損害が出てるんだから、いや、だからそれを、じゃあ、損害をどういうふうに、じゃあ、それを判断するかって言ったら、できないでしょ、多分。損害、信用、要は取引先に対して信用を失うことをやったときに、ね、あなた方が言ってんの、うん、いや、水増しありましたよ。何が悪いんですか、うん、じゃあ、証拠出してくださいよって言ってんだよ。うん、でね、それを。悪いことやった側がそれ言うってどういうこと、うんうんうん、でね、それを訴えられるのは、運営ですよ、うん。そうだよ。だから運営さんは運営がやったことじゃないんだからユカチを訴えるべきだっていう、刑事事件にするべきだっていうのが俺の考えだよ。分からなかったっていうふうにもう言っちゃってますから。だから分からなかったら何してもいいっていう論理は俺は分からないよ。うん、ただそこで分からなかったっていう前提があるわけだから、じゃあそこでじゃあ司法がどういうふうに判断するかは僕は分からないですよ、裁判官ではないから。だったら口出さない方がよくない？悪いことやったのは事実なんだから。
いや別に口出してもよくないですか、別にそれは。うん、分からないんだったら口出すべきではないよ。おかしいと思う。じゃあ分からないんだったら口出すべきじゃなくないって言ったの俺は。だから運営が例えばね、ユカチにユカチにを、あのね、僕分かりません、僕分かりませんって、この問題分かる人先生がね、数学でこのこの問題分かりますかって分かる人手挙げてって言った時に、はい分かりません、はい分かりませんっていう小学生いなかった。その例えもちょっとよくわかんないけど、いや、あなたたちがやってんのそういうことでしょ。なんでわかんない？いや、お前らがやってんのそういうことだ。いや、それは運営がじゃあ、ユカチを訴えるって言ったときに、じゃあ何の方で訴えるの？損害賠償。不正行為をやってるんだよ、ユカチは。いや、じゃあ不正行為をやったとしたら、じゃあそれはどういう法律に引っかかるの？あー、声途切れてる。声途切れてる。業務妨害。業務妨害とはまた違うと思うんだよね。何が違うの？逆に売り上げに貢献してると思いますけどね、僕は。うん。うん、ユカチは。さ、悪いけど、偽計業務妨害もまた違うな。うん。それもちょっと違うと思うよね。いや、どうも。ん？不法アクセスも違うんじゃないかな。いや、不正アクセスですよ。違うと思いますね。不正アクセスでしょ。ああ、不正アクセスとも違う。だって IP 偽造して入ってんだから。で、アイテム盗んでんだから。だってそれユカチーじゃないじゃん。いや、ユカチーがそれをやってるんだから共謀だよ。ユカチーがやれって言って DM で回してたんだから共謀だよ。ん？共謀。共謀だよ。どう考えても。ユカチーがむしろ主犯だよ、これ。ユカチーがやれっつったんだから。うん、それも意味が、例えばそれによって、うん、みんな分かってるよ。あなた方2人が分かってないんだよ。いやそんなことないよ。いや、そんなことあるよ。コメント欄見なよ。コメント欄見なよ。共謀罪？威力業務妨害の共謀。威力業務妨害の共謀だろ。いや、そうでしょ。何もおかしくないよ。威力業務妨害って知ってますか？知ってるよ。威力業務妨害ではないと思うけどな。多分これが、違うと思いますね、僕も。不正アクセスっていうのもまた違うと思うし、じゃあ、それによって、いや、でね、じゃあ、例えば、じゃあ、それによって、少なくとも、まあ、損害が生じたっていうふうな、訴えをするんであれば、じゃあそれによってユカチがその、なんだろう、何かをやったときに、じゃあどれだけの損害があるかって言ったら、それは数字として出せないと思いますよ。いや、数字として出せない問題があって、うん、その損害の数値が出てこない時点で妨害じゃない。あのね、損害が出てるのは実際事実なの。もう認めようよ。それが事実だっていう立証はできるんですか、それは。だから本人が認めたじゃん。私やってましたよって言ったじゃん。いや、それは損害を出したっていうふうに言ってないじゃん。損害は出てるんだよ。いや、損害、だって、あれメガホンでしょ。メガホンだよ。メガホンで、要はそれをメガホンを上げたら、たくさん集めたら、要は、リスワンで1位になって20万がもらえるから。リスワンの場合は、もらえるのは俺らの場合だから違うの。うん、そうじゃなくて、広告主が、ね、迷惑かかってるんだから。うん、だから、広告の主が迷惑かかったんなら、それは運営の責任だって言ってんじゃないですか。だから運営の責任じゃなくて、要は不正にやったのはユカチーなんだって。ん？不正に？なんでわかんないの？いや、だったら不正っていうことを、ね、あれですよ、不正が、どうなんだろうな、そこの部分は法的に見て。うん、いや、なんか本当に、あれ？やばい。これ。むっちゃ重いパターンだ。すぐ繋がるから待ってて。あ、はい。すいません、どうも。こんばんは。山本一六です。あ、一六さんどうも。すいません、なんか。はい、どうもこんばんは。いや、なんか大変そうですね、これ。いやー、もう。
いや、そもそもね、これも損害を与えたかどうかで被害額のことを言ってますけど、そもそもメガホンの不正でマンスリーの上位に入ってたっていう事実があるわけじゃないですか。そうで、でそすのね。ランキングの再計算を運営がやるって言ってるんですよ。そそうでのあすたりのね。人件費とかっていうのは損害にうん。入るんですよ。入る。あとそれを集計し直す人件費、うん。いや、もそしれくは、は いや、それいやいや、損害で入るすよ。よ。損害でそれすよ。分かってないんですか？で、人を使うのにお金がいるっていうふうな考え方が分からないようなんだったら、それはもう無理ですよ。あと、落とした信用に対する損害賠償もできますよ。まあ、それもあるかもしれないですね。それで広告の主が一人辞めるってなったら、それだけで、損害ですからね。その損害を補填してくれっていうのは十分あり得る話ですよ。だそれは、要は広告主が運営を訴えたときに、要は運営の中での仕組みで起きた問い題や、なだわけから、でそすの運営のから、中での仕組みで起きたものですけど、それに対して、実際にやってた人間にフワッチが損害賠償を起こす可能性があるっていう話をしてるんでしだったょ？ら運営規約に罰則機構あるの？規定ありはあるますの？よ。そういうのをしてはいけないっていう規約はありますよ。そう、だから それ営業罰にす則規る定、べき。罰則規定っていうのは、罰い则け規定というか、それな以外に民事の問題なんですよ。刑事じゃそう、なくそう。て。今だ話しからてるのはそ民事ういうこ訴と。訟をフワッチが、ユカチ自身に起こす可能性があるっていう部分ですよ。だったら民事訴訟でやるんだったら、ね、要はどれぐらいの金額か、細だかかい、ら、要それはは、フワッチがそれ計を算決すめるるとのは思い俺まらすじゃよ。ないよ。いや、だそかられそれは、を弾だってきフ出ワッすチこのと基は、準上っていうのいはや、知らないですから。それを弾き出すことは、不可能だよって言ってん不の。可能ではないですよ。フワッチ不の可方で能ではない。実際にそう。この金額の損害が生じているっていう、損害自体は実際生じてるんですから、そう。例えば単純計算で言ったら、もうそのランキングを再計算する手間、その人件費、少なからずこれは請求できますよね。いや、それは裁判で勝ったらの話でしょ？裁判で勝ったらじそうゃなです。くて、裁判に起いや、こす勝て前るにでしそょ。の金額を言うんですよ。いや、だったらなんで、でそこんのな損金額害にをなるん請だ求よ。しますそよっれては損害裁額判をって。で、裁いや、判そでれはね、裁判だったら。勝ったらの話でしいや、勝勝っってた請ら払払わしなたいらといのけな話。いですけど、それはもう勝つ払のわがないといけ濃厚なだいとで思いすよ。ますよ。実いや、際に不正勝つ行為のをが行っ濃厚じゃていないいでしるょ。話。いや、濃勝つ厚じのゃがないで濃す厚よ。じゃ不な正い認めてんだの。から。あなたが故意を確認する。だから不正な操作をしてランキングの上位を獲得した。で、それで実際そこでお金が発生してるわけですよ。だからこそ、そのランキングの再計算が必要になってくるんですよね。だからそれはすればいいんじゃないですか。だからそれをするのがそれは運す営ればなんと思でうんですすよ。ね。だからそれがその実損害害だっ額つっがてんないの。って言ってるのがおかいや、しいっだていう。から、いや、だったらその損害がね、それに人件費がかかってとかって言うけど、じゃあそれを訴えるも訴えないも、ね、運営じゃないですか、ユカチを。じゃあ、そうですよ、ユ運カ営でチすのよ。やったことに対して、だ、これ実際損だっ害額があたら、るっていうことは認めるんですね。いや、実だっ際た損ら、害額があるっていうことは認めるんですか？いっそろく聞そけ。この話でしょ。あ、いはや、い。聞けはお前らだよ。聞きますけど、そこ認めいやいるんでや、すか？そもそ認もの、めそる、こ一回終そわれらせはてくわれよ。からないじゃないですか。いや、わ認からめないっるても何何そも、の、わいや、からないいです。や、わかっいや、てるわんからだっないってて。何ですいか。や、人で件費、ね、じゃあ、でね、無料なんです聞いて、か？聞いいや、て、聞待っいて、て。そこは一個終わらさせてくれよ。な、何そが？こから終わらせようよ。その人件費何が発が？生するのかしないのか。それを終わらせてから次行きましょうよ。だから人そ件費が発生するも何も、それは運営の業務でしょ。う。いや、業そ務っていうか、う、それは問だって題が起きさ、たときに、じゃあ、ね、それもう、は、ちょっと、ストップ、俺一回仕切らせて。了解っす。通常の業務以外で、ね、ユーザーの不手際で業務が増えたら損害なの。わかる？だったら YouTube で何か問題をね、ユーザーが起こしたときに、それに対して YouTube は対処しますよね。情報開す示しるたりよ。だとか。じゃあそれの、作業賃だとかを、じゃあその配信、YouTuber に請求したりします？損害っつって。実際に実ああ、害がいい出た例らえです。するそういうよ。ことですよね。いい例いや、するしよ。ないよ。そこいや、の部しな分のい。損害のい請や、求なんかすしるなよ。いよ。するしよ。ない。現にそすんなるよ。判現例になすいるよ。日本で。じゃあさ、YouTuber がね、一 そん回な日判本例でない炎よ。上しました。炎上しました。で、その広告を差し止めます。この YouTuber に対して広告を差し止めますっていうこともやるよ。で、そ実れは際の被害 YouTube 額がが、全部持つんだよ。サービスを提供して、そういう問題で、が起きたときは実害 YouTube がが責本当に、任を取る。実害があった時に訴えないっていうのはお前ら甘いよ。いや、甘いというか判例がないだけなのよ。判例あるよ。ないよ。じゃあその判あ例る言っよ。てみ？YouTuber が問題を起こして、その対応にだから、YouTube さっきもが言ってるけれども、ね、じゃあ悪くて、ね、悪いことをやりました、認めてほまら、今す。書でいてもあるよ。その、
本人の悪意がないんだったら、ね、うん、何やっても構わないって言ってるようにしか聞こえないっつってんの。それはあなたがそういうふうに思ってるだけでしょ。いや、うん、だから本人あなたがそう言ってんだからそれでいいんじゃないかなって思うんですけど。じゃあだってほら例書いてるよ、爪楊枝の男が何かやったことに対して YouTube がね、その爪楊枝の人間に損害賠償請求したかったらしてないでしょ。あれはコストの問題でしょ、コストの問題でしょ。いや、コストとかじゃなくて同じことでしょ、だって配信中にそういうことをやって。いや、同じことだから A 版にするべきだっつってんの、俺は。多分同じことではないですよ。それを判断するのは運営です。あ、じゃあ、損害賠償じゃなくて A 版にしてほしいってこと？いや、だから A 版、最低でも A 版にするべきだって言ってるよ。とりあえずね、とりあえず、最初になんか、議題がコロコロ変わって、一個も終わらせないんですよ、この人たちで。そう。だから金額が出ることは認めるんですかっていう話、出ないとまだ思ってるんですかっていうとこ、そこが論点だったじゃないですか。あ、出ないですね。なんで出ないですか。人件費だって、それはフワッチの業務ですから。それは運営の損害でしょ。ユカチがそのランキングを操作したことによる不正によって操作をしたことだから、それは問題が起きた時に対応するのはそれはフワッチの業務ですよ。問題が起きたんじゃなくて不正を起こしたんですよ。例えば YouTube のサーバーがハッキングされたりしたら、そのハッキングされた相手とかに請求しますよね。これそういう話なんですよ、不正操作なんで。だからクラッキングとかハッキングが起こってサーバーが落とされました。だったら不正操作をそれに対して請求された、うん、例はありますよね。 YouTube ではないですけど、サーバーに対して攻撃がありましたと、うん、不正な操作が行われましたと。いや、あともう一個それに対して対処はありますよね。それに対してじゃあ言っていい。じゃあ例えば そこの話でコロコロ話変えないでもらいます。いや、変わらない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 。誰だよお前、死ねよ。いや、そういうのはやめようよ、死ねよとか、うん、死ねとかそういう幼稚な低レベルだから、ね。まあ、いいからもっと早く話しろよ、うん、帰れよお前。いや、でね、何言おうとしてたかいな。ちょっと待ってよ、最後何言おうとしてたこと忘れたじゃん。別にいいよ、ゆっくりでゆっくりでいいよ。まあ、ちょっといいですよ、ちょっと思い出すんで。俺らはね、だから不正を、うん、さっきの議論っていうのは不正かどうかわからないっていうのが議論だったわけじゃん。その時点であなたたちの、はい、うん、ね、言ってることは認めたわけよ、うん、俺らはユカチのこと信じるって。でそこの部分は否定できないっていうのは俺ら認めたわけじゃん。でも今回 は信じるとは言ってない。ちょっと待ってね、ユカチがまだ話の途中だから最後まで聞こう、はい、ね、で今回はユカチが私がやりましたって、でもその裏技だと思って軽い気持ちだったんですっていうことを言ったわけよ。で本人が認めて、はい、でそれでも彼女は悪くない、運営が悪いっていうのはちょっと頭おかしいよ。いや、でね、そのユカチは、要は、そういうことをメールで、こういうことがあったら、うん、そのメガホンはやり方を教えただけで。いや、やり方を教えた方が問題だっつってんの。で、それを結局はやったのは誰かって言ったら、ユカチではないですよ。やり方を教えたのはユカチでしょ。やってくれって頼んだのもユカチでしょ。じゃあ、共謀って言うんだったら、ね、じゃあ、例えば、じゃあ、お前、あいつを殺せよって言ったときに、それをやったら、うん、捕まるよ、共謀だよ。当たり前じゃん。凶暴じゃないよ。凶暴捕まるよ。バカすぎるだろ。捕まらないよ。それは捕まりますね。捕まるよ。いや、それは捕まります。バカすぎるだろ。捕まらないでしょ。それは、殺害、強さになるんで。だってそれは、だって拒否することだってできるわけじゃん。そこで拒否ができないとか、例えば金銭的なものがあったりだとか、それだったらできるんじゃない。いや、それは拒否できるとしても、それ、うん、そういうことをやれっていうふうに言ったっていうことで捕まりますよ。いや、それは捕まらないと思う。何罪ですか、それは。殺人教唆ですよ、それは。殺人教唆？うん。ちょっと調べてみてください。はい。ちょっと俺もそれはよくわかんないですね。お前、わかんないの口出してたのかよ、捕まらないとか。いや、今のはよく分かんなかった。その、イソロクの説明が違うか、分かんないからこうなってんの。いや、殺人教唆だって言ってんじゃん。なんで分かんないの。だって殺人じゃないでしょ。でも教だから教唆だって言ってんじゃん。いや、あなたが殺人の例えを出してきたんだよ。いや、だから、じゃあ何の教唆、じゃあそのユカチが、じゃあこういうのをやってくださいねってメールでそれを言ったわけだよね。うん。で、それに対して、じゃあそのユーザーは自分から進んで、それをやったわけでしょ。それ何の罪になるの？いや、だから、うん、
でも結局ランキングの操作をツイッターでやってた証拠が上がってる以上、それは共謀してたっもて多話分になそるれでしょって。は、それをやった人が一番の罪になると思うよ。だから俺はそういう態度も気に入らないの。リスナーさんにだけ罪かぶせて、私悪くないって言ってんのは、自分のリスナーを守れないリスナーなんか配信者やめちまえよ。いや、でも言わないって言ってましたよ、リスナーは。誰が言わないって言ってましたね。それは配信見てれば分かりますけど、言ってますね。だから結局、リスナー、私が悪かったんだっていうことじゃなくて、結局私分かんなかったと。間接的にリスナーさんが勝手にやったことでしょっつってんだよ。それが彼女の言い分なんじゃないですか。だから俺は配信者として自分のリスナーさん守れないのかっこ悪いっつってんの。いや、だって守れも守れ言ってないから誰か分かんないじゃないですか。そう、誰がやったのか分からないでしょ。そう、誰かやったのか。だからユカチ本人は分かってるだろ。ユカチは自分で何人も送ってんだから分かってるよ、ユカチは。いや、ユカチはそれは言えないっていうふうに言ってるだけです。だ、言うわけねえだろう。何人に送ってるかバレちゃうんだから。だから、だったら守ってる。いや、だったら守ってるじゃないですか。守ってねえよ、自分が。じゃあ、あなたはリスナーのせいにしてとかって言うけど、彼女は名前を言わない以上は、自分が都合悪くなるから何件送ったって言えないんだよ。だから、リスナー守ってるじゃないですか、それ。リスナー守ってる。それはリスナーのせいになるから。あ、バカすぎる。いや、今のダロンパだと思いますね。いや、そのね、バカすぎるとか殺すぞとか、もうそういうことは言わない方がいいですよ。いや、バカすぎる。意味がないんで。低レベルなやつは言わない方です、本当に。ただ俺は、あった事実を言ってるだけ。ね、ユカチーはちゃんときちんと罪は認めた。ただ、それが違法行為かわからなかった。ただ、そのことに関しては、これは違法であるなら私はきちんと謝ると。いや、あなた方言ってることが一緒なんですよ。だって、その前だって、わからない、わからないってずっと言ってただけじゃないですか、前も。わからないんだったら何だって、わからなかったからわからないって言うしかないじゃん、そこで。ユカチーから聞いてないの。わからないけど、こっちが正しかったわけじゃないですか。そう。認めろよ。で、今度もまたわからない、わからないって言って、こっちが正しいかもしれないでしょ。あなた方もその辺で信憑性ないんだよ。いや、それ何が正しい。わかったわかった。俺らが言いたいことはこれ。事実、不正行為をしたのは事実。ここは認めよ。いや、だからしてた。それは認めてるって言ってるじゃん。じゃあ、不正をしたんだったら、不正をしたんだったら、報いは受けようよ。いや、だからそれが、その意味がわかんない。不正をしたんだから、罪は償おうっつってんの。いや、だから当然それは、運営がね、いや、運営がね、それでバンにするんだったら、それでバンっていうね、報いを受けるだろうし、ね、そのお金をじゃあ没収しますよとかって言ってくるんだったら、なんかそういう裁判をするんだろうし。いや、だから A 版にするべきって俺らが言ってたら何が悪いんだ。ただ彼女が言ってるのは、私は分からなくてやってしまったと。で、それが問題行動に当たるんなら謝りますと。で、あとの、その、例えば彼女をどう処罰するとかしないとかっていうのは、ね、これはもう運営がやるべきことなわけですよ。そうですよ。でしょ、で、それに対して、和道さんは、いや、彼女はもう A 版にするべき。セブンさん上がってきていいですよ。セブンさん、ぜひ上がってきてください。で、彼女は A 版すべきに。だっていうふうに言っとられるわけですよね。俺は彼女は A 版が最低でも A 版にするべきだっていうのは俺の考えね。うん。で、それは無理だっていう。判断を下すのは運営さん。だからあなたが決めることじゃないから、無理かどうかは。いや、だって無理だもん。なんで無理だ、無理だと思います。いや、それはあなた方が、ね、あなた方が A 版にすべきだって言ってるのと同じで、俺は無理だと思うから無理だって言ってる。いや、さっきもそうだったね。それが黒だって言ってたのに、じゃあ、それが。無理だって断言するじゃないですか、あなた。うん。だってそう思うもん。なんで無理だって断言したんですか。無理だっていう、断言するっていうことは、絶対に無理って言ってることですよ。うん、なんであなたわかんないのに断言するんですか。タイトル見せてくる。A 版にするべきっていうタイトルに対して、お前それ絶対無理だよって言ったらなんでだよってなるじゃないですか。だから無理だと思うって言ってるんですか。え、だから無理だと思うって言ってるんですか。いや、言ってなかったじゃん、さっき無理だと思うって。いや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 、無理だ、無理だよ、それは無理だよって言ってるわけですよ。無理だって言ってるじゃん。だからそれが、だから断言で言ったらおかしいでしょって。いや、じゃあどう言えばいいの？無理なんじゃないんですか？あなたが決めるわけじゃないですか？あ、じゃあわかります。じゃあ無理な、いや、俺が、僕が決めるなんて言ってないですよ。運営がそれは決めることだけど、多分それは無理でしょっていうふうに言ってるだけ。そう、言ってますよね。まあ、それはどうかは別に運営が決めることでしょ？ただそれだけの話じゃないですか。
あれ？コラボから出ちゃった。つながるまで時間かかるんですよ。1分ぐらい待っていただけると嬉しいですね。高野花さん、はい。やっぱりマイクの音がちょっとでかいみたいで、すちょっみとません、他の離れ人のま声す。聞きづらいみたいなんでごめんなさい。はいはい。はい。セブンさん、もう一回、1分ぐらいつながるのにちょっと時間かかるんで。いやー、苦しいと思うけどな、なんか、もうなんか好きすぎて、なんか、無理くり守ろうとしてる感じにしか思えないかな、ちょっと。それは違うな。それいはや、違違わないですう。いよ。や、俺の印象ね、あくまで、それは。いや、なん僕もか、そうもう、思いゆまかすちぃね。のことが好きすぎて、どんなに悪いことをしても俺らはついてくみたいな発言にしか聞こえない。それは違うと思うけどな、それそは。れ俺ははちょっとそう思う。違ういな。や、別に違わないじゃん、だって。だっ別てにあなそたの方、ゆゆかかちぃちぃが。が見た。かな。もしも、あ、つながった。もしもし。もしもし。声つなはい、がって聞るこえ人、てますよ。はい。誰ああ、で聞すこえまか？すよ。あ、イソログです。イソロクさんが聞こえて、聞こえてる人、あ、はい。聞あ、こえ俺まも聞こえす。ます。きんぴらごぼう聞こえます。きんぴ高ら野ご花ぼう聞こえさん。ます。高野花さん。はい。セブンさんは？セブンさん？セブンさんだけつながってない？セブンさん？まあ、ちょっとこのままトーク続けますか。セブンさんだけ繋がってないみたいだね。ちょっと時間かかるんですよ。あ、なんか時間かかるみたいですね、これちょっと。そうですね、コラボは。まあ、続けましょう。セブンさん多分繋がると思うんで。そうですね。僕よくでわかんないも、ですけさすがにど。悪いことをやって、私知らなかったんですは通用しないよ。落ちちゃいましたね、セブンさそう、セブンさん、繋がんなかったっすね。ん。正直まあ、僕そが思の、うの通は、用しもうない。ゆかちが認めないと何も認めませんって言ってる時点で、もう話はやっぱり無駄だったんじゃないのかなっていう気もしますけどね。いや、だから、今のゆかち話認め聞いててるんて。だよ。いや、だから、認めるまで認めませんって言ってる時点で、これだけ証拠が上がってるのにね。でね、僕が結局言いたいのは、それってユカチーはユカチーはとかね、不正を行った配信者はって言うんだけど、ね、一番の問題は運営でしょってこと。さっきもずっとどうして説明そうしなたるとのかがころ。わからないかな。さっいきやの話ね、と違スうワッもチというサイトを提供してるからじゃないですか、それそうは。です。だか要はら、それが、このい場や、そ、を、それを言うんだっこのた場ら、ゆは、かふわちちゃんの運も、営だあかなら。たも、ふわっちを利用するべきではないよ。イコールそれがわかんないですね。だっだて、かふら、わっちのや運り方営にが気にも、入らないっつうんで正しょ。直ふわなっんちので、ルールに、だっふてわっ配ちの信しルか食ールを、わないんじゃなちょっくと最て、後まで配話信させ食わて。ないこんれじゃ大事なない？ところだバラから、エティ聞いーて、食わないんじゃ聞いて、聞いて。ふわっちがルールを決めてます。それに対して不正行為をしました。あなたたち囲いは、ふわっちのやり方が汚い、ふわっちが悪いんだって言うなら、全員いなくなれよ。それそがれがなわんかでんないわんでかんす。ないんだよ。だって配ふ信わっ者ちはがみん決なめでたもルふわっールちが守いれななくいなっんだったたら、ら、さいれっつってんの。やだから配信者を見たいからふわっちに来てみるわけでしょ？好きなだ配から、信者さでれっちょっつってんとの。ちょっとちょっといいですか？誰、イソロクさん？イソログです。すいません。はい。ちょっと僕言いたいんですけど、はい。運営が悪かったらユカチは悪くないっていうわけじゃないですからね。それはそうこですれよ。運営もユカチも悪いんじゃないですか。運営が悪いんでそもれさ、はそ運う。営が悪いところもあると思いますよ。ただ、で俺ね、も一それ番、とユカチが悪いか悪くないかっていうのは別個ですよ。運営のシステムに不備があったことはそうだけど、ウェブ開発をしてて、プログラムっていうのはさ、ユーザーさんが発見して、問題が起こった時に対処するっていうのは、俺通常のやり方だと思うの。で、今回問題があってすぐにメガホンっていうアイテムを停止したりとか、問題の発見に行ってアナウンスをしてるわけだから、俺は会社として別に今現時点でふわっち悪くないと思うよ。
で、システム改善しますって言ってるが、これで1年間放置してたりとか、要は罰則をしなかったりしたら、俺はふわっちが悪いとは思うけど、現時点で運営が悪いとは思えない。それは運営が業務を行ってるからっていうこと？問題が起こった時に、すぐさっき対なん処をかしようと。それは損害だとか言ってなませんでした、なんか。損害なのは、ユカチーが悪いことをやって損害が発生したのは事実だから、そこはユカチーに責任があるって言ったの。それで運営が今対処してるわけでしょ？そう。だから、業務なとんしでてやっ対て処るわしけでなしくちゃょ？いけなくなったかって言ったら、ユカチーが原因でしょ？ユカチーが原因。いや、だからその原因が起きることに起こるような環境を提供していたっていうことだで、から、それに運営対してが。改善を行うって言ってるわけだから、別に通常でしょ？だってさっき通常じゃないって、それは損通害だっ常つっじゃてんなじいゃのはどの件かっていうとね、ん。通常じゃないって言ったのはどの件か。それは今の話とは別個の話だから。何なのじゃあ、びっこの話。なんでわかんないいや、わかんないよ。だってあなた方の？いはや、今わか回んない。のこのすいません、その問通り題わがかんね、ない。起きたところで、起きた時それに、はダなんメかだ。ね、ね、起もうきたじゃあ無時理だよ、に、もう。要はね、そういうなんかその、何、対処を行わなきゃいけなかったと。もうなんかグダグダ言わずに、ユカチも悪くて運営も悪いっていうことでいいんじゃないですか。運営もそういう穴があったのは、それ運営の不備もあったよ、それ確かに。そう。いや、だから言ってるじゃないですか。そこはそれであった。ただユカチだから、もそれを利用し、不正の穴を利用して、要するにクラッキングを行ったんだよね。だったらなんで運営も悪いのに、ユカチを A 番にするの？いや、運営が悪いのに A 番する。それ利用規約の違反をしてクラッキングを行ったら、それは A 番になってもおかしくないでしょって話。そう。それはちょっと違うんじゃないかな。いや、違う、なんで何が違うんだ違う、よ。何が違うと思います、じゃあ。だって、ユカチがクラッキングを行ってないからでしょ。行ったんだよ。教えてください。あ、つなはい、がった聞らこえま教しえてた、くだ一さ六い。です。イソロはクい、さん、ありが聞こえとうございまます。す。高野原どうだっでたでしょうす。か。きんぴら聞こえます。きんぴらさん OK。はい、聞こえイまソロす。クさん OK。はい。セブンさん、また聞こえなセいでブンすかさんね。つながんない？ちょっと枠一回取り直しましょうか。一回落として全員上がれるように、ちょっと一回落としますね。セブンさんつながらないんで。